怖くて。それも紹介ができなかった。そうですよ。バタバタでテンパってます。はい、今日は東京店に来ております。ボンドカーズ納車同行第2弾をお届けしたいと思います。今回納車させていただくお車はこちらでございます。アンソリーゲレンデ外装フルコンプリートカーでございます。今回もよろしくお願いします。お願いします。ちょっとあいにくの天気ですけど。そうですね、もう今日しかスケジュールが、はい、お客さんも私もうちも調整ができないという、はい、ちょっとみぞれになってきたんで。そうですね、はい、はい、そして安全第一で。もちろんです、はい、ゆっくりと。ちょっとゆっくり行きましょう。時間をかけて、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。紹介がなくなっちゃったんですけど、はい、外装コンプリートオートサロンで、はい、出店させていただいたお車ですね。そうですね、はいはい、あれ作ったのが先ですか。お客様ご選択いただいたの。はい、お客さんが、はい、車をまず買っていただいて、はい、マンソリーをつけた車をうちがオートサロン出したいって言ったら、はい、あ、じゃあいいじゃん、ちょうどいいじゃん、あーっていうふうに。なるほどなるほど。俺ので作ってよみたいな感じになりました。なるほど、はい、がいよいよ納車でどうですね。はい、はい、で、外装フルコンプリートと、はい、なんとリアの対面タイヤがスムージングっていう、そうはい、ちょっと他にない仕様になってる車です。ちょっと納車まで時間がかかったんですけど、はい、オートサロン終わってから、はい、カーボンのステアリングとか、はい、ちょっと細かいパーツをオーダーいただいてたので、それの入荷が待ちで、はい、ここまで時間がかかってしまったと。なるほど、いう感じです、はい、ようやく、はい、納車にこぎつけたと。おかげでございます。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。うっちーは納車についてきてくれないみたいです。はい、僕と土方さんで、はい。すいません。そのうっちーが今日納車させていただく車がなんとベンティガ。とてつもないベンティガ僕の購入されてます。じゃあその詳細はブログを見て。後日ブログでご紹介です、ね。はい。ぜひボンド東京ブログも見てください。はい、行ってきます。大丈夫かなこれ本当に。ちょっと安全第一でちょっと、はい、あ、そうなんですか。 AMR もついに納車ですか。そうです。ちょっともうバシバシ抜かされてますけど、ちょっとこう状況が状況なんで、こっちの車は40キロぐらいで、ね、積んでるのが重いから怖い。そうですね、うん、ちょっとスーパー安全運転でいきましょう。ちょっとシャレにならない、シャレにならない、はい、で昔からの東京の、はい、よくしていただいてるお客様のもとに、はい、はい、行く感じです。いやでも前回も雪でしたからね。そうなんですよ。そっち雪男じゃね。いや可能性ありますね。ありますよ、はい。あれこのゲレンデで新車ベースでいじってるんですか。はい、新古車ですよね。あ、新古車。はい、扱いとしては、はい、中古車なんですが、はい、登録だけしてる。そうです、登録済み新車ですね。なるほど、はい、それを、はい、もうじゃあ強行です今日は。でも一番心配なのはやっぱり、はい、土地言ってるように、はい、そのコロナの件で、あー、そうですね、どうなるかわからないので、行ける時に行っとかないとお客さんの元に、はい、本当に届かなくなっちゃうので、そうですね、はい、それだけは避けたいので、
お客様合意のもと、はい、今日は納車になります。そうですね、ちょっと様々な事情があるんで、はいはい、こんな時に3000万オーバーの車を持ってっちゃうのかって言われそうですけど、怒られちゃいますけどね、はい、でもこればっかりは、まあ、今回はちょっと事情が事情なんで、はい、イレギュラーです、はい、ちょっとお客様の了承を得てちょっと持ってきます、はい、新車とか新古車でこうコンプリートカーにしちゃうケースって時々あるじゃないですか、はい、すごくないですか、ね、すごいですよね、はい、まだこうなんか中古でこう価格がこなれてきたら、はい、その分なんかこうカスタムに回そうかなみたいのは、うん、僕の感覚でいくとあるんですけど、はい、なんかもう新車からいじくり倒すってもすごいな、うん、前回というかちょっと前に紹介したあの何でしたっけ、マカンか、はい、あれもだってすぐですもんね、あれも、はい、あの新車で、はい、あのオーダーいただいたんですけど、はい、その時に、はい、あのもうテックアートありきで新車を買ってるんで、テックアートいじるっていう前提で新車を買ってもらったんです。なるほど、はい、じゃあもうなんかこう新車乗ってちょっと飽きてきたからとかそういうんじゃないですか、ね、全くないです、はい、もう最初からもう出来上がったものをこう、そうです、はい、すごいすごいですね、ありがたいです、いや本当ありがたいです、はい、で協力していただいてオートサロンにも出店できて、本当ですよね、はい、はいはい、結構だって反響ありますよ、本当ですか、はい、ネットとか僕結構見たりするんですけど、はい、今回そのブラバスのコンプリートと一緒に並べてたじゃないですか、はいはい、もうあれのインパクトがかなりあったみたいで、あーあーすげえ、うん、果たしてどうなるのでしょうか、うん、あ今下のちょっと鹿浜の入り口見えましたけど、はい、今封鎖しました、封鎖してましたね、まあ行きギリギリって感じですかね、そうですね、帰りはこれ下道を帰ってくる羽目になるから下道とことこって感じですかね、可能性ありですね、はい、帰ってこれればですけど、そうですね、はい、まもなく浦和料金所ですか、うん、まもなく浦和料金所、とりあえずここからは地面だから、ね、そう、首都高みたいに、はい、凍る、逆に積もらないですよ、積もらないと思います、これ、ある一定のレベルを超えなければ、そう、あとは橋だよね、そうですね、あれ一箇所ありましたよね、茎の先でしたっけ、あります、うん、あとはその先の積雪状況で、うん、そしてみんな結構こうスタッドレスからナスタイヤに変えちゃったなんていう人も多いみたいですからね、はい、ついこの間変えましたみたいですね、あ、弁定が、あれ車外ホイール履いてましたね今、弁定が、はい、真っ白白の弁定が、ちょっと一旦サービスエリア、蓮田サービスエリアに寄ってちょっと現地の様子をお客様に確認中です。まあまあ積もってますね、さあ車は大丈夫そうです。今すごいことが発覚しました、なんとこの積んであるゲレンデコンプリートなのにさらにアメタンを入れるっていうマジですか、はい、多分はい、東京のショップの内山から、はい、そのうちブログとか、本当っすか、動画ですげえ、ちょっと残念なことに納期がまだ見えないですよね、はい、この影響で、あ、そうっすね、そこは悔しいんですけど、はい、さらにかっこよくなる、なるほど、はい、計画、そしてアメダンを入れるのにとりあえずこのマンソリー、じゃあ仮履きなんですかこれ、まあ言ってみればすげえすごいっすね、ね、うん、めっちゃかっこよくなります、僕だったらちょっと申し訳遅くてもいいから、ちょっとじゃあマンソリーは返しますって感じですけど、それやるなら、はい、マンソリーもこう持ちつつの、そうですね、へえー、はい、勢いがすごいっす。やったのはじゃあカーボンステアリングと、はい、スムージングと、スムージングと、はい、そのホイール、はい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 、ですね、あのオートサロンから、はい、あとは、オートサロンからさらにパワーアップしてるんですね、そうなんですよ、すげえ、はい、いよいよあとちょっとの感じで道路は全然でも登れそうっす、行きはなんとかなりそうっすね、うん、よかった。
今お客様のご自宅に到着しました。はい、ちょっと雪が結構すごいんでカメラ壊れちゃうんで、ちょっと GoPro に切り替えます。これからご説明させていただいてご納車となります。どこを突っ込めばいいですか？土方さんに完全に騙されました。全然パンチパーマの不良っていうから、いや車的にありえるなと思ったんですけど、まさかのあのオートサロンでお会いしたことある方でした。そう、はい、あの爽やか系の社長です。はいはい、すごい。超優しいんで。とりあえず入れますね。7ぐらい、レンジもそれぐらい。全然レンジがでかく見えるのかな。そうかな。多分。でもワイドボディでしょ。朝衝撃の事実で、うちの石材詰めねえんじゃねえか説になっちゃって、あれってね。そう。こんなんだもん。と思って。いや、でも単体で見たらとりあえずこのホイールでもね。いやめちゃめちゃかっこいいです。めちゃめちゃかっこいいです。もう1年ぐらい来ないことを考えよう。ホイールでしょ、ホイールは。本当だよね。いやこの状況が ねどうなるか。ただツッチ、あのブラバス好きだから、ね、そのことです、そのことです。まあ、マンスリーまだ行ってないんで、あの時のテンションの内容を。いやどうですかこれ、めちゃめちゃかっこよくないですかこれ。うちの紹介してる時のテンションだね。違う、はい、今回はこちらの G63 マンソリーをご紹介させていただきます。わからないんで。それはねえんじゃねえかな。じゃあ分からないんで説明ができなかった。辻方さんになんか、はい、無理やり言われてやってんだろうな。違う分からなかった。今日もそれ言いつつ来たの。スッチあのあれでいっぱい喋らないとダメだよ。俺のパワハラバレちゃうんだ。ブラバスはこう一から僕こう作るところをこうそばで見てたんで。まあそうだよね。これ説明してって言われたけど、説明できねえなと思って。作ってる時に。そうだよね。忙しそうにしてるから。そう。さっきフェラーリの白鳥さんの時もなんかテンション上がってるんだよな。いやすごい、とてつもない車が仕上がりました。はい。そうなの、なんかね、俺が彼のテンション下がるのよ。そうなの、分かりやすいですよ。全くそんなことありません。でも、ツッチ、あの、はい、僕、いろんなお客さんに言うんだけど、はい、買った人、どんな人ってすげえ言われるじゃん。はい、で、その前のレンジローバーのアメタンのも、はい、カイエンのアメタンも、はい、どんな人っつって、はい、みんな、ツッチさんも知ってるわけよ。はい、必ずナンバーの高級 SUV だから、どんな人なの、いやパンチぐんぐんのすごいよって。いやそれで納得しキャバクラオラオラしてるから。そうそう、あみんなそうそう納得したの。それで納得しました。冗談っつってで、キさんのこういう感じじゃない。で俺が電話するといつもちゃんとね、今仕事中って、そう仕事してブロックとか飛んで、あれ今ブロック住んでるじゃん、そうちゃんと仕事しようって、すごくない。最近とうとうイヤーを手に入れて、イヤーつけて、あ、土方さん、そろそろかかってくれたので、その時は1日つけてさ、仕事止めないようにして、いや、でもね、なんかどこだっけ、埼玉とかの、はい、
あの雰囲気が違うんですよね。本当にこれはね、もう見てわかる。そんなになんか東京あれなのっていう。いや。近くに対してね。いや打ち上げに対してる。の時はちょっとこなれた感が、そうこなれた感が、こなれた感が、ちょっとカメラ目線じゃないの、そうだよね、うん、俺と喋ってる時はなんかこう距離感があってカメラ目線になっちゃう、いやそんなことそんなことないです、そんなことありません、そんなことない、はい、そんなことないです、ほら内容はね車両紹介だから固くなっちゃうんだよね、そうですね、はい、そうなの、もっと、はい、そんなことにしておきましょう、いいんだけどね、うん、全然いいけどね、本当ですか、なんとこちらのお車もボンド東京でご納車させていただいたミニクロスオーバークーパー S。 さんもそうだけど、僕今日来なかったら来週も来れないし、もう予定びっちりだったから助かりました。逆に雪の時に乗車なんてめったにないから、多分あの動画のアップしたらね、はい、そんな日にこの車乗車するすげえ書かれるんだろうな、確かに それを想像して、はい、スタートのあのコメント2人で、いやお客さんも僕も今日来ないとダメだからって散々今言ってたね、そう言っとかないとこう、そのこと、いっそのこと炎上しましょう、炎上間違いなし、炎上間違いなし、すいません、いただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません気をつけて、はい、ありがとうございます、わかりました、で、じゃあなんかあのあれば車ね、あ、いつも通りね、ありがとうございます、ありがとうございます、失礼します、あ、お母さんによろしくお伝えください、いやなんかこんな超高そうなイチゴまでもらっちゃって、いや すごいイチゴじゃないですか、なんか美味しそうな、ああこれ買ったらめっちゃ高いですよ多分、思います、すごい、なんか逆に申し訳ない感じになっちゃったなんかね、はい、あの音、はい、さっきちょっと出てらしたお母さん、はいはい、と社長本人、はい、いつもなんかくれるんですよこうやって、なんかもうこんな雪の日に納車したのにいただき物までしちゃって、怒んないし、はい、優しいでしょ、気遣いばっかりで、はい、本当申し訳ないです、いやすごいな、すごいです、まさか僕より若い方でいやすごい、フルマンソリーゲレンデ、はい、羨ましいですよね、そして多分動画ではもちろんカットですけど、なんかとてつもない話をしてましたね話を、はい、そうなんですよ、はい、なんか車が買えちゃうぐらいの時計の話とか、そうですね、はい、羨ましい、次元が違う、次元が違うのになんかすごく気さくな、はい、全然気取らないですよ、すげえ楽しくて、はい、あの人喋ってると、すごい、僕なんか比べ物にならないぐらいな大変な、はい、ね、頑張って大金持ちになってる人なんですけど、すごいっすね、僕らと同じ目線で喋ってくれるんで、はい、すげえ嬉しいです、いやーびっくりです本当に、はい、なんか衝撃を受けました、はい、よかったねパンチグリングリンじゃなくて、僕どっちかっていうと本当にそれを想像してあ納得と思って、はい、いやもうそういう人でちょっとこうお金があったらまあマンソリー乗るよねと思ってたんですけどいやびっくりしました本当に、ね、はい、かっこいいな、じゃあ頑張って帰りましょう、日帰りましょう、じゃ あのいつものルートで戻ってみます、はい、はい、まあ、やめましたしねちょうど、多分大丈夫だと思うんですよね、はい、いやー本当に一時はどうなるかと思ったんですけど、なんとか任務完了しましたね、はい、無事完了です、はい、はい、気をつけて帰りましょう、というわけで納車同行の旅を、はい、第2弾をお届けいたしました、はい、いやーちょっと第1弾第2弾ちょっと車がすごかったですね本当に車もすごい、ね、第3弾あるのかわかんないですけど、はい、いやもうやりますよ、考えますよ、はい、何があっても、はい、失礼気を意外にこうでもそういうこうなんかド級の車がどこのどういう人にこう納車されてるのかってこう全く分かんないじゃないですか普通の人は、はいはい、だから現実とつながらないじゃないですか、そうですね、だから意外にこう知りたいというか、はい、皆さん興味のあるところじゃないかな、そうですね、はい、そして僕も毎回びっくりしてます本当に、はい、前回のあの C6 さんのお客様もそうだし、今回の G6 さんのお客様も、はい、なんかギャップに、はい、はい、あの僕売り手なので、はい、あのいろいろプラン考えるんですけど、はい、そういう相談をしながら、
さっきもう今ご乗車した社長も言ってたんですけど、はい、まさかこの年齢でこの金額がローン取ると思わなかったとか、はい、払える支払いプランがあるとは思わなかったっていうのをよく言われるんで、はい、その辺のプランニングも、はい、僕らの仕事なんで、あ、何なりとこの車をこの支払いで乗れますかとか、はい、あのいろいろ言ってもらえれば、あ、その辺も含めて相談してもらえれば、あ、そうですよ、はいはい、もうただある車を売るとかそういう単純なものじゃないので、なるほど、はい、じゃあもうカーライフを全てサポート、そうです、そうです、スタートから、はい、乗り換えまで、そうですね、はいはい、全部お任せいただけると、はい、はい、お手伝いができればと思います。なるほど、はい、というわけで第3弾ありそうです、お楽しみに、はい、というわけでじゃあ気をつけて帰りましょう、はい。